ね、じゃじゃーん。あ、ちょっと見えないな。初めての塗り絵でメイクレッスン。ダイソーで見つけた可愛い塗り絵をみんなに紹介したいと思います。何から塗る？てかイラストべっぴんさんだよね。お坊さん何これ、一級さんゾーン。どっちにしよっかな。こっちの子からしよう。使うのはこれ、色鉛筆とパステル。初心者には使いやすいと思うんだよね。よし、じゃあまずは眉毛かな。この眉テンプレートを切って、どの眉毛がいいか選びます。どれにしよっかな。このナチュラルなやつにしよっか。じゃあ下地は黄土色で塗っていきます。どうかなどうかな、じゃ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 なんか色薄くない、眉毛ないみたい。茶色で毛の質感を表現したかったけど、あまりにも薄かったから焦げ茶色を足していきます。どうどう、ナチュラルな感じにできた。髪色と合ってるよね。次は目だ。なんかこの色で印象が変わるらしいよ。どうしよう、緑にしようかな。エキゾチックな印象になるらしい。瞳の中は黒でいいよね。黒なのに色鉛筆だから薄い気がする。とりあえず緑を塗っていきます。立体感を出すために黒。エキゾチックになったかな。次はアイライン。跳ね上げたら引き締まって見えるし、垂れ下げたら優しい目元になるらしい。でもこれ普通にアイライン引いてるっぽくない？まあやってみよっか。まずは目の上を黒色で塗っていきます。跳ね上げはまつげに沿って描いていけばいいかな。ついでに下の目尻のとこもう3分の1ほど塗っていきます。なんとなく一重になっちゃったから二重の線を描いてみます。ダブルライン。カメラ越しだと左右対称にならなかった。もういっか。次はまつげ、中央を長くするべきか、この目尻のところを長くするべきか、どうしよう。全部長くしようか。バサバサになったかな。てか薄いよねやっぱり薄いよね。まつげだけはボールペンで描き直そう。わあ、まつげお化けになった。まあ失敗じゃない、これからこれから。次はアイシャドウ。何色にしようかな。なんかナチュラル路線のベージュナチュラルではもうないけど、二重の幅を焦げ茶色で、その上を茶色で塗っていくよ。下側にも焦げ茶色でアイシャドウ塗っとこう。ほら、超絶ナチュラル。あれ、けばくない？次はね、チークとリップ。色はね、どうしようかな、オレンジにしたい。オレンジと塗り方はこっちが好きかな。リップの色は薄い色がいいんだけどな。このベージュにしてみよっか。あ、ちょっと分厚く塗りすぎたかも。上唇はこういう感じで描けばいいのね。まずはガイドラインを描いて、その中を塗っていきます。色が薄かったからオレンジ色で上書きしよう。よし、完成。一番うまくいったのは眉毛かなということで、この失敗じゃないけど、この練習を踏まえてこっちを上手に塗ろう。こっちはおとなしい感じだから、パステルで女の子らしく塗っていくよ。眉毛の形はこの可愛らしいイメージの眉。だいぶ粉っぽいな。わあ、なんか色濃くてゴルゴみたいになってる。眉毛は色鉛筆の方が良かったな。まあ次行こう。目の色はこのミステリアスな紫色にしよう。瞳は焦げ茶色で塗るよ。ピンクに近い紫色しかなかった。てかめっちゃ塗りにくい。なんか目が充血してるみたいだねどうしよう。綿棒でくるくるしてぼかそう。
なんか若干薄くなった気がしない？上側だけちょっと茶色で暗くしていくよ。次はまつげ。この目尻の長い方をやってみたい。あ、なんか忘れてると思ったらアイラインしてなかった。ラインはこっちの下げ気味にやったら優しさが増すらしいよ。うん、よし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 、次はアイシャドウだな。色はね、このキュートのピンク色にしたい。二重の間を直塗りします。わー、もうなんか太いから塗るの大変なんだよね、難しい。まぶたの上はこのオレンジがかったピンク、綿棒で塗っていくよ。アイラインが薄くなっちゃったから黒色で上書きしとこう。いよいよ最後じゃない？チークとリップ。色は可愛らしいイメージのピンクと、この塗り方は横長に丸く塗ると可愛らしいイメージになるやり方にしたい。直接塗らずに指で塗ります。こんな感じかな。この辺シュ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 。あれ、わかった、何回かやればできるみたい。シュ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 。なんかめっちゃ照れてるっていうか茹で上がってる。リップはね、濃いめがいいな。なんか華やかなイメージの紫とか良くない？綺麗に塗れる気がしないけど直塗りしてみよう。食べこぼしつけすぎじゃない？こうやって綺麗に取って綿棒でぼかしていきます。結構綺麗な形に描けてよかった。できた。なんかまつげが薄いのかな。ちょっと描き足してみようか。え、失敗するかな、どうしよう。まつげお化けにはなってないはず。よし、ついに完成。今回新しい発見した。アイシャドウとかチークはパステルの方が綺麗に塗れたけど、その他は色鉛筆の方が良かったかも。みんなはギャルとお嬢様どっちが上手に塗れたと思う？コメント欄で教えてね。次するときは塗り絵メイクも楽しかったけど、この髪型も描いてみたい。みんなもダイソーで見つけたらやってみて。それじゃあチャンネル登録とグッドボタンお願いします。次の動画で待ってるね。バイバーイ。